皆さん、こんにちは、まさやんです。いつも私の動画を視聴していただきありがとうございます。実際に ESP32 を購入して試してみたという方もいらっしゃると思います。そこで今回はよく使う命令を中心にスケッチの作り方を解説していきたいと思います。 ESP32 では独自の命令も存在するので、これを見て目的の工作ができるようになることを切に願います。それでは早速このような順で解説を始めていきます。この13個の命令を覚えれば、条件に応じて何かを作動させる装置は作れますので、覚えていってください。ピンモード。ピンモード関数ではマイコンの IO ピンの設定を行います。 IO ピンの割り振りを出力に設定するか、入力に設定するか、デジタルなのかアナログなのかといったことを設定できます。例えば GPIO14 番をデジタル出力と設定する場合は、ピンモード14アウトプットと記載します。同様にデジタル入力設定にする場合は、ピンモード14インプットと記載します。インプットの代わりにインプットプルアップやインプットプルダウンという設定も行えます。プルアップやプルダウンは機械的なスイッチを使用した場合に回路がフリー状態になるので、これを動作電圧または 0V のどちらかに抵抗を挟んで安定させるものです。これによってノイズやサージなどの対策になります。 5V に接続したタクトスイッチをオシロスコープに入力させる回路を組み、プルダウン抵抗ありとなしで比較しました。ノイズがかなり軽減されて誤作動を起こす電圧にならないことが分かりました。これを抵抗をつけることなくピンモード関数の設定で内部の抵抗で行ってくれるようになります。設定一覧はこのようになります。アナログ入力をする場合はアナログと記載しましょう。デジタルライト。デジタルライトは IO ピンに対してデジタル出力をする際に使う命令です。出力電圧は ESP32 の場合、動作電圧である 3.3V となります。記載方法はこのようになります。状態の部分は、ハイ、または、ローで指示をします。デジタルリード。デジタルリードは、IO ピンからデジタル入力をする際に使う命令です。ESP32 の IO ピンには、0V か 3.3V で入力してください。間違って 5V を入力すると故障や誤作動の原因となります。この命令はこれだけで何かをするものではありません。これ自体が変数の役割をするので、 if や while 文と組み合わせて使います。アナログリード。アナログリードはデジタルリード同様に入力に関する命令です。少し制約があり、ADC と記載されている端子のみ使用することができます。ESP32 の分解能は細かく、3.3V までの電圧を0から4095までの数字で読み取ります。記載方法は、このようにし、シリアルプリントや、読み取った値を変数として使用するのが一般的です。試しに、このようなスケッチを書いてみました。半固定抵抗の修道士を32番ピンへ接続し、その他は、3.3V とグランドに接続しました。この半固定抵抗は 10kΩ のものを使いました。見やすさを重視してディレイ命令で 0.5 秒ごとに表示していますが、ディレイ命令を入れないととても高速に動作します。半固定抵抗の抵抗値をこのように変化させると、それに合わせて出力数値が変化していることが確認できます。修道士以外の端子を入れ替えることで回す方向と出力の値を逆にすることができます。 ディレイはプログラムを待機させる命令です。括弧の中はミリ秒で指定するので、1秒間待機させる場合は1000と記載します。同等の命令にディレイマイクロセカンズがあります。これはさらに細かくマイクロ秒で指定することができます。通常はディレイを使用し、高周波プログラムを作る際はディレイマイクロセカンドを用いると良いでしょう。シリアルビギン、シリアルプリント。これらの命令はセットで覚えることをお勧めします。シリアルプリント単体ではシリアルモニターに出力することができません。セットアップで必ずシリアルビギンを使ってシリアル通信の開始を宣言する必要があります。シリアルビギンではボーレートと呼ばれる通信速度の設定を行います。通信速度はどんな値でもいいわけではありません。必ず
送受信側で合わせる必要があります。このスケッチでは115200と指定していますので、シリアルモニターで確認する場合、シリアルモニターでも115200と指定します。シリアルプリントは2種類の書き方があり、プリントかプリント LN と命令できます。違いはプリントの場合開業を行いませんが、 LN とすることで開業コードが加わります。その他プリントのカッコ内でダブルクォーテーションに挟んで記載することで、日本語を含めた文字列を扱うことができるようになります。4文では初期式で設定した数値が条件を満たすまで更新式により増減させられ、繰り返す命令です。例では初期式で i を0にしています。条件は i が10未満であることとなっています。更新式は i++ と分かりにくいですが、1ずつ増やすという意味になります。この場合ですと0から9になるまでの10回繰り返します。もちろんループ内処理で i を変数として使用することもできます。条件式や更新式はこのような書き方がありますので、書き換えて使用してください。if 文では条件に合わせて処理を変更することができます。例として先ほど解説したアナログリードを使用してみます。センサーの値が500を超えた時の処理を先に書き、 else の後の何かっこ内に条件未達の処理を書きます。実際にこのようなスケッチを作ってみました。このスケッチでは1秒ごとにアナログリードで電圧を読み取り、条件に当てはまるとセンサーの値が500を超えましたと表示するものです。センサーの代わりに先ほどの半固定抵抗を回してみるとメッセージが変化することが確認できました。条件式の書き方は構文と同じ書き方になります。また複数条件でも書くことができるので、センサーの異常値を検出するのにも使えます。 while 文は if 文とよく似ています。条件が成り立ち続ける限り波括弧内の処理を続けるというものになります。例ではアナログの値を読み取り500以上になるまで待機することになります。これは500以上になるまで次の命令には進めないということになります。ディレイを入れているのは頻繁に読み取って誤作動するのを防ぐためです。リターン命令は呼び出し先へ戻る命令です。リターンの後に値をつけることで引数として持って帰ることができます。プログラムでは見やすくしたり、同じ命令を何度も使うときにサブルーチンを使うことがあります。インコセンスがサブルーチンです。この文はループ外のグローバルエリアに配置します。最初の if 文の条件式内にあるセンス括弧でサブルーチンを呼び出し、センサーの値を参照しリターンの引数を持ち帰ります。その引数が1、すなわち500を超えている場合は if 文の条件が成り立ち、センサーの値が500を超えた時の処理をさせるものとなります。ランダム関数はゲーム作りには欠かせない乱数を出力する命令です。プログラムは決められた命令を動かすので、人為的に乱数を作っても何かしらの規則性が生まれます。この命令では規則性のない完全にランダムな数値を生成することができます。 LEDC ライト、この命令は LED を PWM 制御するためのもので、設定する命令も一緒に覚えなければなりません。この3つの命令がセットとなって使えるようになります。 LEDC セットアップと LEDC アタッチピンはスケッチのセットアップ内に記載します。 LEDC ライトは動作させたい場所に記載します。チャンネルは周囲に沿って任意の数字を選択します。周波数に入力する数値はそのままヘルツになります。ビット数は分解能の設定で8の場合256分割、10の場合は1024分割になります。最大16ビットまで設定できますが、ビット数が多いほど最大周波数が小さくなってしまうので、8ビット程度で使用することをおすすめします。例に合わせてスケッチを書いてみました。3秒ごとに PWM 出力と0出力を繰り返すようにしています。 ESP32 からの出力を
オシロスコープで測定するとおおよそ目的の数値が出ていることが確認できました。これで今回の命令解説の動画は終了ですが、今回の動画で紹介しきれなかった部分も多々ございます。今後も動画を通して視聴者様にいろいろな解説を行っていけたらと思いますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。